12話、最終回です。冬月さんと氷室くんは、二人で会社の出張に行くことになりました。駅でタコツボ弁当をお揃いで買うことになりました。食べ終わった後、容器が使えるので、冬月さんは、前から気になっていました。仕事が終わると、氷室くんは体調が悪くなり、沖縄の時のように、子供姿になってしまいました。冬月さんは、氷室くんをベッドに寝かせて、食べ物を買いに行きました。買い物から帰ってくると、氷室くんは寝ていたので、冬月さんは、ソファーで寝ました。氷室くんは、朝、目が覚めると、大人に戻っていました。二人は、冬月さんが買ってきた、食べ物を一緒に食べました。仕事もうまくいき、新幹線に乗って会社に向かいました。会社に向かう途中で、二人が初めて会った場所を、通りがかりました。初めて会ってから、一年が経ちました。お互い、自分の成長を感じた一年でした。会社に戻ると、みんなで、お花見をしようということになりました。とても、楽しいアニメで、私は大好きでした。終わってしまうのが、とても寂しいです。第2期を、巻きたいと思います。素晴らしい作品を、ありがとうございました。